こんにちは。今日は、こちらのスイッチの使い方をやっていきます。これは、現行と点灯をするスイッチになります。要はオフの時現行、オンの時に点灯するスイッチです。で今度こちらがオンの時点灯、オフの時消灯、もしくは常時点灯できるスイッチになってます。あとこれがスイッチとは別に独立して照明がついてるスイッチになってます。この3つの違いなんですけど、使い方的にはほぼ一緒なんですが、まあ、若干違います。この照明が独立しているタイプのスイッチは電源がパイロットランプと別になってますけど、こちらのスイッチに関してはパイロットランプと電装品につける電源、まあ、共通になってますんで、パイロットランプと電装品を別々につけるということができないスイッチになってます。なのでその辺を加味してスイッチは選ぶ必要があります。でこの辺は今からしっかりレクチャーをしていこうと思います。まずこちらのスイッチです。まあ、ちょっと一回封を切って中の抵抗とかの確認をしてるんで、まあ、ちょっとね圧着端子とかがついてて、まあ、オリジナルとちょっと違うんですけど、このスイッチオンの時点灯をオフの時に現行するスイッチですけど、このスイッチの仕組み的にはこんなような感じになってまして、黄色に電源、赤に電装品、黒にボディアースとなってます。基本的にはね、この接続の仕方でつなぐとですね、オフの時に現行処理、オンの時に点灯になります。でこれですけど、これ実際取扱説明書には黄色に電源、赤に電装品、黒にボディアースとしか書いてないんですけども、黄色と赤を入れ替えることによってオフの時に消灯させることもできます。赤に電源をつないで黄色に電装品をつなぐという風にしてもらうと、オンの時にパイロットランプが点灯してオフの時に消灯するような動きにすることができます。これはまた作業をやるときに詳しく言いますけど、そんなような動きができるスイッチになってます。次にこちらのスイッチです。こちらは電装品がオンの時にパイロットランプを点灯させて、電装品がオフの時に消灯させるか、もしくは常時消光させとくかっていうのが選べるスイッチになってますけど、こちらのスイッチはさっき説明した現行処理がないだけで基本的には同じ構造になってます。なのでこちらもですね、さっき言ったスイッチと同じように赤と黄色を入れ替えてもらうと、オンの時に点灯してオフの時に消灯するような動作になります。で次にこのスイッチ、これはパイロットランプと電源のスイッチが完全に独立したタイプになってまして、パイロットランプと電装品の電源が完全に別になってますから、これに関しては電源が共通じゃないのでいろんな使い方ができます。使い方としてはマイナス側に接点だけを入れて、電源は供給しなくて本当にただのスイッチで使いたい場合とかに電源を供給しなくてもいいので、ドライな接点として使うことができるので、まあどちらかといえばこのスイッチの方が個人的には使い勝手がいいかなと思います。電源が完全に独立してるんでね、パイロットランプと。このタイプのスイッチはなんだろう、スイッチホールに入るスイッチが見つからなくてですね、シールで貼るタイプしかなかったんですよね。なんでスイッチホールに入れたい場合はこのスイッチが使えないんで、ちょっとなかなか厳しいんですけど、スイッチホールに入れたい場合はパイロットランプのついてない照明なしのスイッチはあるんですよね。ドライの接点で使えるやつがね、見栄え的に、まあ、ちょっと残念なところもありますけど、まあ、一番使い勝手がいいスイッチはこれかなと思います。で最後に、まあ、ドライ接点って言いましたけど、基本的にはパイロットランプのついてない本当にスイッチだけのものがあるんですけど、それに関しては電源をあえて供給しない、要するに何かの電装品がついててそいつをオフしたいような時に使うスイッチになってますんで、電源がいらないスイッチに関してはそれを使ってもらえばいいかなと。で僕の車で使ってるのがベルファイアで使ってるのがバックドアの自動オープンのユニットがついてるんですけど、それをリレー式にしたので既製品で使ったやつを無効にしてるんですけど、それに関しては電源の供給をするとダメなのでドライのスイッチを使ってます。あとスイッチの種類があるんですけど、まずオルタネート動作とモーメンタリー動作っていうのがあります。基本的に車の DIY で使うスイッチは、オルタネート動作をするスイッチになってます。じゃあオルタネート動作というのはどういうことかっていうと、一回押すとロックがかかってオンします、でもう一回押すとロックが外れてオフしますっていうような、そういうスイッチになってますけど、モーメンタリースイッチはどういうスイッチか、押した時だけオンです。まあ、もしくは押した時だけオフするようなスイッチが、モーメンタリースイッチというふうになってます。でモーメンタリースイッチは車の DIY ではなかなか使うことがないんですけど、要は押した時だけオンっていうのはね、なかなか使い勝手が悪いというか、
使うとこないですよね。まあそうですね、使うとすればハザードをこう一回押した時にカチカチってやるような挨拶をするような時に使うといいかなと思うようなスイッチになってますけど、なかなか DIY ではね、使い勝手がなかなかないかなと思うスイッチです。まあ扉の開閉スイッチとかそういうのはモメンタリースイッチを使ってもらえばいいかなと思います。押した時だけ読んだんでね、まあ、そういうような使い方しかできません。今基礎編なんであえて言いませんけど、もっといろんな複雑な使い方ができるんですけど、それは応用編で、またやっていこうかなと思います。じゃあ実際に現物のスイッチを配線してどういう風に点灯するのかを現物を見せていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあスイッチの実践をやっていきますけど、でこういうの作ったんですよ。でこれがね、点灯現行タイプのスイッチで、これが常時点灯かもしくはオンの時に点灯するかが選べて、これは、パイロットランプとスイッチが独立しているタイプのスイッチになります。スイッチと思って甘く考えてたんだけど、実はめちゃめちゃ正直難しくて理解できるかなと思ってちょっと悩んでます。ちょっとうまく説明できるかどうかわからないんで、もしわかんなかったらコメントしてもらえば、わかんないところをもう一回り下げて、動画にしてもいいし、コメントで対応できるなら、対応していきたいと思います。でね、これスイッチっていうとパッて想像するのはただのスイッチで電気のオンオフでしょって思うじゃないですか。まあ実際そうなんですけど、いや結構ね難しいんですよ。で極力分かりやすいように噛み砕いて説明をしていこうと思いますけど、まあねちょっと難しいなって。だから今回は第1回目ぐらいでもいいかもしれない。スイッチについては基礎編なんで、あんまり難しいこと言っちゃうと理解できなくなっちゃうんで、話を元に戻しますけど、このスイッチなんですけど、まあウェット接点とドライ接点っていうのがあるんですけど、ウェットが電圧がかかってるスイッチで、ドライが電圧がかかってないスイッチになります。ウェットっていうのはスイッチを介して電源を供給するタイプで、ドライっていうのはもともと電源が供給されてて、その電源を遮断するためにスイッチだけを追加する、電圧がかかってない接点のことをドライ接点って言います。すでにちょっとわからないですよね。意外とね難しくてね、ただここをちゃんと理解しとかないと電装品の DIY でちゃんとできないんですよね。ウェットとドライの接点っていうのはもう絶対理解しとかなくちゃいけないんですよ、 DIY をやる上で。まずウェットは電圧がかかってます、ドライは電圧がかかってませんと言ってもよく分かりません。だってね、スイッチは配線の途中に入れるんだから、ウェットもドライも関係なくて、そんなの電圧かかってるじゃんって絶対思うじゃないですか。そうなんですよ。そこをねどう説明しようかなと思ったんですけど、これが電装品だと考えてもらって、電装品のブランドと12V の電源をつなぐとこう電気つくじゃないですか。これはどういう風かっていうと、今ここにある電源が直接来てますよね。じゃあこれを切るためにどうするべきかって言ったら、プラスかマイナスかどっちかの配線を切ってもらえば切れるじゃないですか。まあそりゃそうですよね、当たり前じゃんそんなの。電源を持ってる電装品に対してスイッチングさせたいって時はドライの接点を持ってこなくちゃいけないんですよ。電圧がかかってない接点を持ってこなくちゃいけないっていうのがルールになってまして、なかなか理解できないかもしれないですけど覚えておいてください。じゃあ今度ウェットな接点ですけど、ウェットってどういうことかっていうと、スイッチを介して電気を供給するタイプの接点になってます。ウェットな接点でこれをつけてみます。ブランドだけつけといて、こちらのスイッチでやってみます。黄色が電源なんで、黄色に 12V をねそのままつなぎます。赤色に電装品のプラスをつなぎます。でこうなりました。スイッチを返して入ったの分かりますよね。そうするとつくんですよ、まあ、ウェットな接点なんですよ。さっきのドライの接点と何が違うかっていうと、スイッチを返して電源を供給しているか、電源は別途で持っててスイッチングだけで切ってるかの違いです。パワーポイントで、図を作りますけど、ドライとウェットの違いを覚えてください。でこれは本当に超重要なんで、 DIY をやる上で非常に大切なことになってますので、これはぜひ覚えておいてください。なんでかっていうとですね、まずこういうただのランプだったら別にドライ接点を使おうがウェットの接点を使うが別にどっちでもはきっていいんですけど、カプラーオンとかで電源は車両側から供給されてて、だけどそれをあえて外部からスイッチング動作をさせたい時があるじゃないですか。カプラーオンして電気がついてます、でグランドは 別線で1本ついてて、それが車両のボディアースにつながってて、スイッチを入れると強制的にオンしてエンジン切ると切れるような電装品があったとするじゃないですか。だけど
あえてスイッチで強制的に切りたい時が出てくるとしますよね。車両側から電源が供給されてるんで、ウェットの接点でスイッチを動作させようとしてもそれは無理な話ですよね。まあ、無理なんですよ。なのでそこはドライの接点でグランドを切るようなことをするんですけど、この辺が、なかなか理解難しいと思うので、図で説明します。ウェットとドライの接点の仕組みを覚えておいてもらって、また次回まとめて、もう一回しっかりやろうかなと思いますので、今回ちょっと第1回目ということで、まず今回スイッチで覚えるのはドライの接点とウェットの接点がありますよっていうことを、しっかり頭に入れといてください。スイッチ難しいんですよ。意外と1回じゃ無理だね。難しいね。やっぱりね、難しいわ。やっぱ簡単じゃないね。今回スイッチばらして中の抵抗とかダイオードがどうなってるとかをやろうとしたんだけど、多分厳しいんで一個一個やっていきましょう。ウェットとドライね、これは本当に重要なので。ただドライの設定にするとパイロットランプが使えなくなります。なのでパイロットランプを使いたい場合は、パイロットランプとスイッチが独立したこのタイプのスイッチを使うようにしてください。でこれはもう接点はドライの接点なので、ドライの接点で使ってもパイロットランプは独立してるんで、パイロットランプとしては使えるので、こちらの接点を使ってほしいんですけども、ただドライの接点として扱う場合はパイロットランプは、まあ、点灯しっぱなしか消灯しっぱなしかのどっちかしか使えないんですけど、その辺は電気の特性上仕方ないかなと思いますけど、その辺だけをしっかり今回は覚えておいてもらえばいいかなと思います。いやー、僕ねスイッチね舐めてたんだよな。簡単に説明できるかなと思ったけど全然だったな。ちゃんと基礎を完全にマスターしないと DIY って楽しめないと思うんで、ちょっと時間かかりますけど、この辺はしっかり覚えていけるように、僕も説明をうまくなるように勉強します。とりあえず今回はここまでにして、次回は剣電ドライバーの使い方を教えてほしいよということがあったんで、剣電ドライバーの方をやっていこうと思います。剣電ドライバーは今回のスイッチに比べたら楽かなと思います。いやースイッチはちょっと難しかったな。奥が深い師匠スイッチね、そう奥が深いんですよ意外とね。スイッチサデとスイッチでもね、覚えれば覚えるほど楽しいと思うんで、 DIY の楽しさを僕はぜひぜひ伝えたいんで、これはもうしっかりやっていこうかと思いますので、ちょっとだんだん難しくなってきましたけど、なんとか噛み砕いて誰でも分かるように説明したいと思うので、よろしくお願いいたします。